五骨会は金の第二代皇帝。外佐と八の第四子で大祖、アグダの同母帝。長兄にカラスミヤビタバ、おじに、外社、高僧、ワンヤンミツルカーキチチにあたるという。着難のアロラ数名の息子がいる。兄が存命中は、その補佐にあたり、兄の死後に第二代皇帝として即位した。即位後、兄が北僧と結んだ名役に従って、 領を攻撃し、天海三年に最後の皇帝天祖帝を捉えてその名脈を断ち、内モンゴルを支配下に置いた。だが、大層は寛大で人格者だった大層と違い、勇猛果敢で果断や実行力に富んだ性格のために、援軍十六州の奪還を目指す総軍が、援軍地方に駐留する金軍を牽制する、動きの情報を知ると激怒した。天海四年、いち早く直ちに、 北宋との先端を開いて、首都海風を包囲した。この戦役は、曹軍がよく持ちこたえたためご小使いは、宋の金宋と講和を結び、引き上げた。だが、宋が再び名役で約束されていたとしみつぎも、滞ったため、天海五年に再び、宋を攻めて、海風を陥落させ、金宋とその父で上皇の木曹を北へと連れ去って、北宋を滅ぼした。また、この時、 北総の皇后、王女、女官たち、女性数千人も同様に拉致した。一部の捕虜女性は金の関節の売春施設である荒井院に入れられて性的奉仕を供要された。外、モンゴルに逃れた寮の相続やズ大席が中央アジアに逃れた後は、モンゴル高原に対しても勢力を伸ばし、隣接する聖火や高麗に対しても圧力をかけて服属させた。 体操の代に金は半島急速に拡大し、国力を著しく増強させた。しかし、未だ部族性の原理がよく残った、女神社会において、体操の権力基盤は完全なものではなく、このアロラ自分の血筋への世襲は、同族の長老らの猛反対を受けたので、やむなく兄体操の着損にあたる合わせ、拉致を交代しとした。ありがとうございます。